今日は日本一美味しいミートソースを食べに大阪東心斎橋リベラーレパスタに来ました。2月にオープンしたばかりでめっちゃオシャンティー。ね、中は結構小さいけどでも、おしゃれカフェな感じ。2階もあるみたいです。店員さんも優しいから最高。ランチはパスタにサラダと飲み物がつくのでお得。メニュー見るまでは絶対ミートソースって決めてたけど、いろいろあるから迷うよ。どうしようどうしようどうしよう。塩塩塩ソース。チン。決めた。チリカルボ。ミートソースどこ行った？まずサラダ。そしてチリカルボ。ピリッと辛さがあり、濃厚卵と、クリームの甘さに、アクセントがあって美味しい。これもお店のおすすめ。これで終わるわけがない。ミートソース登場。ゴロゴロミートでうま。やっぱおすすめ。食後のコーヒーが、口の中を、爽やかにしてくれる。次のお店に行く前に走らないと。焼肉食べれるかな？駐車場はないから、近くのピー探してね。駅は堺筋線長堀橋を出てすぐ。